こんにちは、坂塾の久保です。こうやってね、パソコンしていると右下にこういうわけのわかんない広告出て、なんかめんどくさいなと思ったことないです。まあ閉じるって書いてあるんで閉じますけども、また出てくるんですよね。まあいろいろ出てくる、また出てくるんですよね。こうね、しつこいということなんで、これはね、この Chrome の設定で、こっちの方を動かしてね、拡張機能ってあるじゃないですか。ここを削除していけば止まるんですよね。削除しましょうか、これを。Booking.com もいいか。どれどれ。どれを削除すればいいのか分かんないですね。これじゃないんかな。これ削除してみようか。まあ、他はいいでしょう。なんか、これも削除した方がいいかな。これも削除しようか。で、他は、まあ、いいかな。あ、これもまあ、いらないですね。これもまあ、いらないですね。はい、こんな感じで削除してみました。そうすると、どうなるでしょうかということでございますね。はい、閉じると。これで広告が出なくなれば、言うことないんですけどね。他にもね、広告を消すことはできるんですけども、まあ、今回はこれだけにしておきましょう。しばらく様子を見ます。それじゃあ。